氏の手紙チェーンメールは受信者に対して他者への転送を促す手紙、特に巧妙な文面を用いて受信者に不特定多数への転送を促す手紙のこと。かつて不幸の手紙や幸福の手紙と呼ばれたものが典型的な例である。チェーンレター、チェンメトも掲示板などにもそういったチェーン書き込み、チェーン書き庫と呼ばれるものが存在する。歴史的に見ても 不特定多数への配布が特徴的なこの種の書簡は、北紀公安3年の大事如来10月24日文書や中世、ヨーロッパの天使の手紙などが存在し、チェーンメールという手段が古来より、ある種の意図を不特定多数の他人に留付させる手段であったことを示している。電子メールの登場とともにチェーンメールは迷惑メールの一類形として問題化した。 チェーンメールは日本では迷惑メール防止法、信用規存罪、威力業務妨害罪などの法律に触れる場合がある。海外の英語圏で流行していた幸運の手紙が日本で最初に流行したのは1922年のことで外国に知人がいる上層階級から侵入したと見られている。戦前の幸運の手紙は大人の間で拡散するものであったが、 1954年頃から子供の間でも幸運の手紙が広まり始め、1970年秋頃には幸運の手紙は不幸の手紙へと変質し、子供の間で流行した。また、幸運の手紙は商品の広告や選挙活動のほか二次大戦中には反戦運動にも利用され、特攻警察が取り締まりを行っている。不幸の手紙とは、 この手紙と同じ文章であなたの友人人に出さないと不幸になりますというスタイルで送られてくる悪意のある手紙のことである。大抵は差し出し人不明である。フィクションにおいては以下のものがある。1997年から1998年頃に出回り一般紙でも取り上げられた。棒の手紙が発生した要因として 不幸の手紙が書き写される過程で、不幸が、きささぐと、変形、姉妹には、棒になってしまい、棒の手紙が広まってしまった例がある。棒の手紙を題材とした作品としては、妖魔や行シリーズの、悪意の連鎖や、漫画、勝手に、改造第9話、寂しがり屋のあいつは、折原はじめの、チェーンレターなどがある。チェーンメールは、メールの最後に、このメールを、 N 人の人に送ってくださいといった内容のことが書かれているのが特徴である。止めると殺されるなどの脅し文句が入っていることも多いが、その逆にのために広めてくださいと積極的なルフが社会に貢献するかのような文句がつけられていることもある。内容としてはが殺されたので犯人を探しているこんなコンピュータウイルスが出回っていますなどの場合が、 ほとんどであるが、お金持ちになる方法を教えますというものも出回っている。チェーンメールは人の手を渡る間に内容が変化する。単なる書き間違いである場合が多いが、より多くの人を引っ掛けるために説得力のある文に書き換えられることもある。インターネットなどのコンピュータネットワーク上では、スパムの一種とされ、ネットワークへ高い負荷を与える原因となる。以下の例を参照。 広がり方は連鎖販売取引の仕組みと全く同じである。以下の条件で計算する。発信源は一人同一文面を最低でも5人に送るべしという指令受け取った人が必ず5人に送り、発信源も5人に送る数人が受け取ってから転送するまでに1時間かかる範囲は、日本国内日本の人口の分の通信手段を持つ、同じ人が2度以上受け取ることはないこの場合、 最初の一人が送り始めてから11時間で1億人を超える計算となる。チェーンメールの代表作としては以下のものが挙げられる。立花の歩み、編集2001年頃にインターネット上に蔓延し、恐怖系チェーンメールの定番とされた。メール内容は以下のようなものである。女性の生首の画像が添付されたメールが送られてくることもあるという。また、 この区段の類似タイプの内容では、このメールを転送した場合、分後に番号非通知のワンコールで転送されたことの確認を通知します。等の文が追記されている場合もある。実際にかかってきた場合、大抵自分に送ってきた相手による非通知ワンギリであることが多く、送られてきた側にリアリティを余計与えてしまうこととなる。このメールを止めた人は、パケット代通信料を 今まで回した人の分全額支払ってもらいます。攻略というものもある。普通は他人のパケット通信料を請求することはなく、相手にパケット料金を支払わせることができるようなシステムは存在しない。なお、明記されているパケット通信料の分体は、実際の料金サイトの明細をコピペしたものに手を加えられたものとみられる。パメは B38、編集上記の 立花の歩みの足とされるもので2000メール内容は以下のようなものである他にも M703PW や VVWXX102 等の足も存在するメール上では最新システムと合語されているがメールの所在地や所有者を特定するプログラム及びメールの追跡や逆探知を行うプログラムは存在しないまた VVWXX102 では NTT ドコモや KDDI 等とハッキング通信が可能でメールを止めたユーザーの個人情報がすべて本社に行くという文面があるがそのようなシステムも存在しないその他編集上記以外にも世界がもし100人の村だったらや時間銀行チェーンメールに関する実験ですといったチェーンメール等が存在する中には バラエティ番組のスタッフを名乗ったチェーンメールも存在し番組で注意喚起をした例もある。最近はミュージックバトンに橋を発するブログやホームページで回答する楽しげな質問集が出回っている。これらも最終的に名の人に回してくださいとなっているため一種のチェーンメールである。チェーンメールは特にインターネットなどのコンピュータネットワーク上では スパムの一種とされ、ネットワークに高い負荷を与える原因となる。また、最近では、チェーンメールをきっかけに周囲が大きく振り回されるという悪影響が発生することもある。以下にその例を示す。佐賀銀行取付騒ぎ2003年12月25日に、12月26日に、佐賀銀行が潰れるというチェーンメールが出回り、取付騒ぎが発生した。 佐賀県警察は2004年2月にこのメールを送信した、超本人の女性をあり出し、信用機存在容疑で送検した。コイヌ100匹殺処分騒ぎ2003年2月に、京都市内でミニチュアダックスフントのコイヌ100匹が、飼い主が見つからなければ、殺処分されるというチェーンメールが出回り、市民やメールを見た人たちがその身を案じて引き取り手を探したり、 役所や地元新聞社などへの問い合わせが殺到するなどして混乱に陥った。アフガン攻撃反対騒動2001年9月にアメリカ同時多発テロ事件が発生したが、その直後にアフガン攻撃反対の署名集めを目的とするチェーンメールがまに延し、その結果国連情報センターのメールサーバに深刻な障害が発生した。新潟 小千谷市のさらなる混乱2004年10月に、新潟県中越地震が発生、現地での不自由な生活が連日報道される中、大人8日を持つ、注力などを必要としている、胸のチェーンメールが出回り、援助物資として届けられるも過剰在庫となり、かえって混乱が発生する。テレビ番組企画査証が相次ぐ1999年頃から、ザ、鉄腕。 ダッシュの企画と詐称したチェーンメールが相次ぐ。他にも学校へ行こう。トリビアの泉、24時間テレビ、世界の果てまで行って急。嵐の宿題君などの企画と詐称するチェーンメールがことあるごとに出回り、各放送局が無関係である。悪質ないたずらなので反応しないようにと告知している。この場合多くがメールがどこまで繋がるかで、 沖縄県の島野さんが回し始め、ここまで来ました。という内容。輸血騒動、珍しい血液型の患者が手術を受けることになり、同じ血液型の人間を探しているというもので、不定期に見られるチェーンメールである。大半は、虚偽の病院名が書かれているなど実態がないものだが、2000年5月に流されたメールには実在の病院名が書かれていたため、 問い合わせが殺到し、業務が滞る事態となった。また、2003年4月、2008年2月にも、同様のチェーンメールが出回り、チェーンメールに記述があった、日本赤十字社などに、問い合わせの電話が殺到し、それぞれのホームページで単なる、チェーンメールである旨のお知らせを載せるまでの騒動となった。テディベアウィルス JDBGMGR エグゼはウィルスだから削除しろ。 このエグゼファイルがあれば感染しているから、アドレスブックに記載されている人すべてにこのメールを転送するように、などと呼びかける。実際にはこのエグゼファイルは Java をデバッグするための正規のシステムプログラムであったが、信じて削除してしまう人が続出し、情報処理振興事業協会は注意を呼びかけた。2011年東北地方太平洋沖地震に関するチェーンメール、 コスモ石油千葉製油所の爆発により有害物質が拡散し、雨などと一緒に降るから肌を露出しないようにというメールが拡散。実際には爆発したタンクに貯蔵されていたのは LP ガスであり、有害物質が拡散したわけではないが、当時、コスモ石油のサイト自体が地震の影響で閉鎖されていたこともあり、広範囲に広がった。また、地震で 大きな被害を受けなかった西日本において、関西電力で働いている友達からの情報として、関東へ送電するために節電を求める文言が、ツイッターやメールで拡散された。しかし、西日本と東日本の電気は、周波数が異なりそのままでは使用できず、また100万キロワットを超える直流送電は6カ所の変換変電所が束になってもできない。関西電力は、 ホームページで今のところお客様に特別に節電をお願いするような状況にはなく、当社名で震災に関連してお客様にチェーンメールを送ることはございませんと告知するに至った。さらには被災地で外国人窃盗団が暗躍している雨に当たるな放射性物質が付着し被爆する暴動が起きている報道管制で公表されていないだけで事実などのチェーンメールも流れているという。 総務省は、いたずらに不安感を煽るとして、チェーンメールやネットを通じた、情報拡散を止めるように呼びかけている。対策としては、不特定多数に転送を促すメールに対しては、受け取った人が次の人に転送しないことに尽きる。インターネット技術文書である RFC1855 ネティケットガイドラインズでも、送らないよう呼びかけられている。しかし、 転送すべきでないと知っていながら、転送しないと悪いことが起きるのではないか。転送しないとせっかくの善意が無駄になるのではと迷った末に、転送してしまう人も少なくない。転送しないと不安な人のために、日本データ通信協会では、携帯用チェーンメールの転送先を用意し、ここへ転送するよう呼びかけている。インターネットのブログなどにおいて、いくつかの質問に答え、 それをブログを見ているであろう人に回すというもの。回された人が実行するかどうかは選択の自由であるが、やる場合は、回した人と同じ質問に答え、誰かに回すというのが基本。元は2004年頃に海外のブログで始まったムシカルバトンが起源オリジナルの質問は5つの質問に、ブログ上で回答し回す相手を5人指名するというものであったが、 様々なものが派生して、質問数が5つではなかったり、ブログ上という政権がなかったり、回す人数が5人でなかったり、するものも出てきている。ミクシーなどのソーシャルネットワーキングサービスでは、自分の日記を訪問したユーザーの記録が残る足跡と呼ばれる機能を悪用し、バトンに回答した記事を見た人に強制的にバトンを回そうとする、強制バトン、地雷バトンと呼ばれるものが流行しており、 これを嫌う人も少なくない。逆に書くネタに困っている人などには好意的に受け入れられる場合もある。このような強制バトンの一部はブログでも行われている。日本人じゃ進化ロス行方不明事件。ミクシーユーザーの日本人じゃ進化がロサンゼルスで行方不明になっている。本人のミクシーに家族がアクセスしている。情報を持っている人は提供してほしい。また、 この呼びかけをコピーペースとして広めてほしい。投稿には写真家のミクシーの URL が書かれ、一部には写真家の家族の携帯電話番号も掲載されていた。呼びかけを見たミクシーユーザーは内容をコピーペースとして日記に貼り付けたり、自分が所属するコミュニティにトピックとして掲載、個人ブログにも転載するなどして情報が急速に広まっていった。 この結果、写真家の日記のコメント欄は応援メッセージで満杯になり、新たな情報提供ができない状態に。混乱を収集するためか、ミクシーユーザー全体に公開されていた日記は、友人のみに公開に制限された。携帯電話番号も広まってしまったため、関係ない人から家族に電話が殺到し、困っていると家族と連絡を取ったというミクシーユーザーは伝えている。 スパムメールやチェーンメールと同等の扱いをされる場合もあるが、元のミュージカルバトンなどは、比較的悪質性が低いものである。A.B. 持丸孝二郎、とっておきの日に迷惑メールスパイウェアの撃退法。C&R 研究所、2005年、56ページ、丸山康明、幸運の手紙についての一考察。 国立歴史民俗博物館研究報告174国立歴史民俗博物館2012年3月311から313ページ丸山2012年314ページ丸山2012年314から315ページ 1997年11月12日付読売新聞東京版長官1998年5月16日付朝日新聞東京版有刊これが棒の手紙だ山本博史による棒の手紙の分析記事 AB 型 RH の方への強血献血以来のメールについてウェイバックマシン JDBGMGR エグゼに関する デマメール情報千葉製油所関連のメールにご注意ください。コスモ石油、2011年3月12日、外国人窃盗団、雨当たれば被爆被災地、広がる、デマ1、22、ニア朝日新聞2011年3月26日、東北地方太平洋沖地震に関する、チェーンメール等にご注意ください。AB 持丸工次郎 とっておきの日に迷惑メールスパイウェアの撃退法。C&R 研究所2005年57ページ P5 転送先撃退。チェーンメール迷惑メール相談センター。ありがとうございます。